こんにちは、土の子です。さあ今日はね、これの発売日でした。じゃがじゃん、ポケモンカードゲームサン&ブーンの強化拡張パック、新たなる試練の向こうってことで、最近出たらワンボックスは必ず買ってるポケモンカードゲーム発売されました。実は今回ネットで予約しなくて、ポケモンカードジムっていうところで購入してきたんですけど、指定のねポケモンカードジムでワンボックス購入すると、なんとこういうカードが手に入ったんですね。それがこちら、 SR っぽいねライチさんのキラカードがもらえるんですが、僕ね今日発売日で、今日朝一でポケモンカードジム指定の場所に行ってきました。ただね、ワンボックス買って特典いただきたいんですけどって言ったらですね、ワンボックスキャンペーンの特別なカードは予約の段階で売り切れという結構ねがっかりな展開で、僕そのライチさんのカードもらえませんでした。でがっかりしてね、ワンボックスどうなさいますかって言われたんですけど、まあちょっともうね今日ご紹介したかったんで買おうと思って買ったらですね、前回のキャンペーン5パックでゲットキャン5パックでゲットキャンペーン2枚と、あとなんか結構昔のいいやつですよって、このピカチュウのコインをおまけでねつけてくれました。こう次からはねぜひ予約してくださいと、ポケモンカードジムのね店員さんが丁寧にね教えてくれました。今回表紙にあるようにダークライが出てくるのかな。一応ね公式サイトとか見ると、アセロラさんとかね、カプレヒレとか、カイリキーとかね GX カードでいるみたい。僕はやっぱね SR 以上だったらアセロラさんが一番いいかなと、アセロラさんをね狙いたいかなと思います。またね前回みたいに初期出荷分だけ、ね、もしかしたらワンボックスに SR 以上が1枚以上入ってるのかもね。今回はどうなんでしょう。これもちろんね初期出荷分なので、またね SR 以上が1枚入ってないかなと期待しながら開封していきたいと思います。それじゃあね開封していきましょう。さあそれじゃあね、一気にまず半分10パック分開封していきましょう。今回は全てがねこういうちょっとキラッとしたレアカードなので、お値段少し高めになってます。確か230円ぐらいだったかな。さあそれじゃあ見ていきましょう。僕が目指すのは SR のアセロラちゃん。いきましょう。闇カラス、あこれなんか前も同じイラストだったかな。何か宝石を集めてる感じ。うつどんなんか垂れてるぞ何垂れてんだうつどん。そして願いのバトン、わあ、なんだ何に使うんだろう。すごいね、バトンがこんな装飾されてるの初めて見た。そしてホエル棒、すげえ飛んじゃってる、ビョーンと跳ねちゃってる。基本エネルギー、キラキラのエネルギーカード。そしてワンリキー、見せつける筋肉。ワンリキー、カイリキーもいるんだよね今回。おエレブー、いいねかっこいい、すげえパンチだな食らったらビリビリしちゃいそう。そしてレディアン、あーかわいい、レディバ、レディアン、なんか少し大人になった女の子って感じだね。レディアンゲット。おそしてエンニュート GX 出たエンニュート、僕がムーンでも使ったヤトウモリの進化エンニュート、メスからしかエンニュートになれないんだよね。やっぱりここでもちゃんと出てきてくれたか、エンニュート GX。 ヤトウモリめっちゃ出てきたからね前回ね。これは嬉しいよ、僕ヤッコって名前つけて可愛がってたからね。さあそして基本エネルギー、次はモンメン、雨宿りモンメン、前と同じイラストですね。ホエルコホエルコの口がちょっと僕好きだななんかニカッとしてる感じが好き。お、あー普通のアセロラですね。SR のアセロラじゃなくて、アセロラちゃん。島キングだよね。確かね。アセロラちゃん。島キングのアセロラちゃん。お!かっこいいアローラ球根。美しい。素晴らしいね。光の結界。これも GX カードでも良さそうな。美しい佇まい。球根ゲット。そして、気根エネルギーで、イワンコ。ワンワン。誰に吠えてんだろう。そして、アローラサンド。なんかサンドってあったかいところにしかいなさそうだけど、これなんか寒そうにしてたらかわいそうだね。なんか縮こまっちゃってる感じがする。アローラ地方あったかいのにこんなに雪降っちゃってる。そしておマニューラ、かっこいい、疾走ぶりがすごいね。悪の掟、マニューラゲット。そしておマーマネ、マーマネも今回 SR あるんですよね。マーマネも島キング、なかなかいいキャラですよね。僕このキャラ好きですね。基本、遠エネルギー。へぇ、遠エネルギーっていうのこれ。やどん。尻尾食いて、尻尾のステーキ食ってみて。
ヤトウモリ。おー、出た、かっこいいじゃん。このヤトウモリかっこいいね。尻尾のラインもいいな。ヤトウモリが出てきてくれました。次は、よ、エレキブル。すごいね、もう雷がほとばしってる感じ。エレキブルゲット。次はエンニュート出た。エンニュート GX も出て、しっかりちゃんとエンニュートも出てきた。やっぱりヤトウモリに好かれてるな。ヤッコに好かれてるな。かっこいいね、エンニュートだったらかっこいいじゃん。十分なんかドラゴンって感じがする。次は基本水エネルギー、ニューラ。あ、ニューラも来ました。悪い顔してるな。あれ、ニューラってもうちょっと かわいいイメージがあったんだけど、これ悪い顔、これ悪い顔してるで。ニューラゲット。そして、あ、ネッコアラ。ネッコアラ。ここにもいますぜ、ネッコアラ。弱点保険。保険証？弱点保険。次は、ヤドキング。なんか、めっちゃ進化したけどさ、ヤドンとあんまり変わってないよね、やっぱり。ヤドランも尻尾噛まれてるだけだし、もうヤドキングだったらもう頭噛まれてても何とも思ってない、のんびりしてるもん。こういうのほほん系好きですね、僕。ハイビスカスが近くにあっていいね。ヤシの実ジュースを飲んでるのかな、ヤドキング。次は基本雷エネルギー。お、アローラロコン。わ、アローラ球根も出て、アローラロコンも出ましたね。道しるべ、ロコンかわいいよ。かわいい。アローラロコンのぬいぐるみ欲しかったな。全然売り切れ。まだつぼみ。なんか光が差してて好きな、構図的に僕好きなタイプですね。こういう光が差してるとこ、ちょっとまだつぼみの幼げな顔が覗いている。お、ソルロック。隕石ポケモンなんだ。もうどう見ても太陽だよね。ソルロックって聞くとソルマック思い出しちゃうな。お、カップ、普通のカップコケコゲット。前回確かこれだよね、この5パックゲットキャンペーンでカップコケコ色違いの黒コケコ、結構ゲットしましたね。それの普通バージョンかな、カップコケコゲット。次は基本アクエネルギー。そして弱し。弱しが単体で本当に弱し。次は闇カラスも出たやつですね。次は願いバトンも出た。闇ラミ、何食べてんだこれ、宝石。宝石食べてもしかしたらお腹のルビーになってるの。目、あ、そうか、目とお腹が宝石だから、やっぱり宝石を食べて生きてるのかな。束縛。闇闇の技、束縛。そして基本糖エネルギー。次はエレブーも出ましたね。レディバ、あ、なんかちょっとリアルと CG が融合してるみたいな感じ。ちょっと下のハイビスカスがすごいリアルだな。レディバ、いいね、テントウムシ。さっきのレディアになるとほんと可愛くなるよね。次、ライチ。あ、このね、ライチさんの SR っぽいやつが、今回のね、ポケモンカードジムの特典だったんですよ。僕めちゃめちゃ欲しかったのに残念。予約しなきゃね。次は、レディアン。あ、また出てきてくれましたね。可愛いレディアンゲット。そして、基本水エネルギー。ネッコアナ。まだつぼみ。お、もう被るようになってきちゃった。そして、エルフーン。あ、かわいい。モンメンからのふわふわエルフーン。かわいいね。そして、おー、やったー、僕が欲しいって言ってた SR のアセロラ。また、マオちゃんに続いて SR のトレーナー、アセロラちゃん、出てきてくれました。やったぜ。これは嬉しい。やっぱり初期出荷は SR 入りやすいのかな。やった。本当にまた SR ゲットしました。そして、水エネルギーで前半が終わりです。やった。今回ね、同じ系のやつ多いですけど、キラカードになってるのが救いかな。普通と違う、バージョン違いだからね。さあ、それじゃあ後半のパックも開けていきましょう。さあ、後半戦行ってみましょう。残りね GX 以上はおそらく2枚ぐらいだと思うんで、やっぱりね、カップレヒレか、怪力 GX あたり欲しいかな。さあ行きましょう。ヤトウモリ生えるか。お、アセロラ2枚目。お、ルガルガン。あれ、ルガルガンって GX とかじゃないの？夜の姿のルガルガンですね。僕前回アローラの月光で出なかったルガルガンが出てくれました。これは嬉しいね。ルガルガンゲットだぜ。怖いルガルガン。さあ、基本エネルギーにヤドン。言わんか。ルナトン。あ、ソルロックと
ソルロックの対照的なルナトーンが出てきてくれました。回復封じ、怖いね。背景が怖いからなんか余計に怖い。なんか伝説ポケモンの雰囲気がするぞ。ルナトーン、穴抜けの紐、あ、大事だよね穴抜けの紐。基本悪エネルギー。そしてヤブクロン、かわいいな。ゴミ箱の隅っことかにちょこんといるのかな。ポケモンとしてはこのぐらいだったらかわいいね。ダストダスになるとちょっともう匂いがきつそうだけど。次、モンメン、モンメンゲット。ゴーリキー、お、ゴーリキー出た。これはカイリキー出てほしいな。ゴーリキー、ワンリキー、ゴーリキーときたらね、やっぱり次カイリキーでしょう。これはチャンピオンベルタじゃなくて模様なんだよね。おお、出た、急に不意打ち、カプレヒレ GX、 やった、欲しい GX カード出てきてくれました。カプレヒレ、カプストーム GX、 めちゃくちゃ強そう。ハイドロシュート、アクアリング、なんかポケモン本編にない技ばっかりだね。カプレヒレ GX、 いいなぁ。カプレヒレとかのね、 HR、SR とか出してみたいけど、カプシリーズのね、なかなか出てきてくれない。でも嬉しいですよ、欲しい GX カードゲット。そして基本雷エネルギー、ウツドン、アローラサンド、サンドパン、お、サンドパンかっこいいな。これも前回確かもうイラストありましたよね。僕目がちょっと離れてるぞなんて言ってたんだけど、アローラサンドパンゲット。そしてエレキブル、強い。雷エネルギーにワンリキー、怪力出ないかな。レディバ、マニューラ、お、カプテテフ、あ、普通に出てくんだ。レア枠も普通にこういう風に出てくるってことだね。カプテテフは確かレアで出てきてたはず。テテフちゃん来てくれました。基本等エネルギーにエレブ、弱し、マーマネ、マーマネも SR 多分あるんだろうな。ソルロック、基本アクエネルギー、ウツドン、イワンコ、ゴーリキー、カリキー来い、カプ、お、カププルル、カププルルもいるんだ。ということはカププルル GX もあるね。今回カププルル2種類、カプ系2種類あるのか。カププルルが出てきてくれました。基本等エネルギー、闇カラス、さあ来い、ワンリキーあるよね。願いのバトン、ヤドキング、頼む、もう一枚あるはず GX カードが。ミューラ、ヤブクロン、ホエル王、お、ルガルガン GX、 昼の姿ですねこれ。ルガルガンが今ここで出てきてくれました。ガルファング GX、 これが最後の GX カードでしょう。やりました、ルガルガンゲットだぜ。やった、いい感じの排出、いい感じの排出だったかも。ヤトウモリ、ロコン、ライチ、レディアン、キョン、基本水エネルギーと。さあせっかくなんでね、もらったこの2枚も開封していきましょう。ほい、基本等エネルギー。そして、お、カプコケコ、色コケコですね、黒コケコ。ここでもまたカプコケコ、僕4枚以上出たぞもうこれで。この2枚でした。はい、ということで今回はね、ルガルガン GX にカプレヒレ、嬉しいな。カプレヒレはカプテテフの次に好きですね。なんか神聖な感じでいいな。そしてエンニュート GX、 もう僕のこと好きなんだから。エンニュートはヤトウボリからほんとめちゃめちゃ出てきてくれたな。エンニュートも GX でしっかりね、僕の元に来てくれました。そして最後、僕が一番欲しいと言ってたアセロラの SR、 ゲットすることができました。今回魔王に続いてまたアセロラトレーナーカードの SR ゲットすることができました。やったぜ。次回もね、初回出荷分でワンボックスね、購入して SR で、 SR 以上のね、いいカード狙っていきたいかなと思います。ということで今回は4月21日発売の強化拡張パック、新たなる試練の向こうをワンボックスね、開封してみました。またポケモンカード出たらワンボックス購入してね、こうやってみんなと一緒に開封していけたらなと思います。それじゃあよかったらまた次も見てください。ツチノコでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。